あるぞ。三丸。セーター。ああ、そうそうだ。ロン。最後の数層は太郎のもとへ、黒沢の上がり。リーチドラーカ7700の5本場決定的だ。須田さん、これは勝負ありですね。これは勝負あり。そして何局目ですか、これ。21。須田さん、私さっき24局も25局も行きましょうと言いましたが、もう僕の喉が限界を迎えそうです。そう？そうです。22曲目じゃない？22曲目、失礼しました。じゃあもう1曲やりましょう。せっかくです、記録に立ち会わないと気が済まない。3時間ゲームだね。いや、いいじゃないですか。トゥーホット、トゥーホット M リーグ。これ優と太郎の差は2万3000か、まだ全然か。そうですね。これは本一ですね。なんてこと残っちゃったの。考えられないっすよ。渋川最後に上がれないかな。なるほど。あ、来たじゃない。もうこれ白ポンして、この熱い、でもこの熱いゲームを締めくくるのは渋川の上がりがふさわしいような気がする。そうそうそう、そうですね。うん、そこでなんか足のゴッドとかの上がりが全てを、うわー、ちょっと本一チート一インシャンテ、何も冷やしてくれない。何も許してくれない。もう許されない。俺たちは黒沢の無限地獄に俺たちは見せられているのか。悪夢か、幻か、赤嘘ある、それとも天国への導きか。赤嘘あるね。黒沢先の魔術に俺たちもハマっている。タロイシャンテン、恐ろしい酸素か。うわー、これ怖いね。赤嘘来たら闇店員18000。俺たちは何を見せられている。麻雀の魅力、魔力に、あ、イシャンテン、イシャンテンだ、イシャンテンだ。白は二山、もうリャンピンチーピンからポンしてもいいでしょう。うん、渋川の上がりを見てゆっくり休みたい。あ、もう一社やった。あ、メンツである。これポンポンで1万2000ですからね。ポンポンで1万2000か、はい、これポンしますよね。とんなしないと思うけどな。本当ですか。ペイはしないにしても、あ、テンパイ、テンパイ、ペン酸素、ポンポンですよこれ。あー、すごい。もうアリーチ。三山、え、三山、二山、二山だよね。え、二山、二山、一枚出てるから。あ、一枚出てますか。このリーチだってすごい変ですよ。ちょっと変だね、川ね。でも運送切りリーチがチートイツを演出してない。初が先、三層初、シャンポンに変えた。2層パーピン、上がれない、役なし天敗。どうするの？これ黒沢リーチの方がいいんですか。リーチです。なるほど、これはリーチです。赤嘘を重なったら闇ですけど、はい、あ、それでもこの人言ってたね、きっとね。あ、やめ、一旦迂回、ちょっと迂回。これチュンツ一発も8000オール。怖い。土田さん、はい、見えました、黒沢の狙いが。何？最高スコアですよ。あ、はい、今期今のところの最高スコアが、かやもりですね。何点ですか。101ポイント8 100、ですね、110.0 ポイント、うん、8万1000点、あ、9万点、ごめんなさい、9万点ジャスト。あ、それ抜いちゃうね、これ上がったら。そうですね、これ上がったら抜きますね。6000オールだもん。6000オールです。そしてその先には10万点ですよ。あ、そうか。テンパイ、サブローソ、リーチは、いやいやいや、いいピンが打ちづらいんですよ、そもそも通ってない。うん、じゃあ手潰すしかない。テンパイ取らずの嘘。さっきイーソー切ったんで、イーソー嘘ってまたね、粘れちゃう、粘れちゃう、粘れちゃったら粘っちゃう、粘れちゃうとチュンだね。テンパイ取らないんですよね、これ。だけど誰もチュンは切らないでしょ。切らないでしょうね、このリーチにはね。だから積もるから6000オールですね。
もう自配切れなくてしょうがない川だもんね。そうですよ。いやー、どこか涼しげ。黒沢覚醒したか、ついに。今日ちょっと黒沢と話してる時に、はい、3着連続3回ですねみたいな話したんですよ、はいはいはい、ちょっと鬱憤溜まってるんじゃないですかみたいな話して、まあ土田さんの解説だし今日は頑張んないとね、へへーなんて言って、ええ、久しぶりの100ポイントトップ見せてくださいよなんて軽口叩いちゃったんですよ僕。あら、100ポイントトップになりそうですね。あと2500、8万点超えると100ポイントです。なるほど、はい、順位点がトップに5万点分つきます。ユーのところにチュン行っちゃったね。行きましたね、1枚ね、残り1枚。ユーはもうこれテンパイ何度も外して、あ、さ、あ、うん、大丈夫か。アインは打たないですね、もうこのチュンは、このチュンは打てないですからね。でも今日黒沢はラスハイ、いわゆる最後のハイで、本当ですね、何回も上がり決めてますからね。本当ですね、何回もですよ。本当ですね、はい、テンパイ、テンパイだよ。いや、アンパイ、いや、打たないでしょ。いや、そうだね、そうだ、それはそうだね。どう回るかですよね。ラスハイの女神、強気のビーナス黒沢咲、残りは山にチュン、それぐらいの方があなたには似合っている。いや、今日何本のホームランを見たことか。流してのホームラン、センターへの特大ホームラン、引っ張って場外までぶっ飛ばしたようなホームランもあった。チュンがなくなった。なくなったってことは危ないじゃない。でも打つ早割る。そうか、ここは流局、黒沢の一人テンパイ。おいおい、マジかよといった。もうみんなちょっと青ざめてますもん。痩せたな渋川太郎優、ずいぶん年取っちまったよお前たち、3時間前と比べて。そりゃそうだ、こんな人見たことない。79,500点、もう一上がりで自身3度目の100ポイントオーバー。まあ、100ポイント超えたからって言って何か得点があるわけではないんですが、もう2回分のトップですからね、100は。いいシャンプーです。いい残します。